岩手山頭皮蓮は、菊花頭皮蓮続の多年層。岩手山の特産で、岩手ヒゴ体、サースレアブラキーセフィラと、ヤハズ頭皮蓮 S サギットの雑誌とされる。茎は直立し、高さは30から60センチメートルになる。茎には、傭兵から流れる翼はなく、量がある。花時には、根室葉が枯れて、生存しない。 茎の下部につく葉の養子は三角状卵形になり、基部は浅い心形から節型になる。葉平は短い。下期は8から9月。登場果樹は三房状に小数がつく。花柄は短い。双方は、計6から7ミリメートルになる筒型で、多少雲毛がある。双方辺は7から8列あり、外辺は長卵形で、長さ7から9ミリメートル。 基部の幅は2.5から3ミリメートルになり、密着、車上し、先端は長くお状に尖る。内辺は、長さ11から14ミリメートルになり、外辺より長い。頭花は、筒状花の実からなる。果実は、痩せ花となる。岩手県の岩手山特産で、道山のは鉱山から鉱山帯の草地に生育する。和名、岩手山藤比蓮は、岩手山藤比蓮の胃。 種商名岩手エメンシスは岩手産のの意味。岩手産のア鉱山から鉱山帯の草地では岩手ヒゴタイとヤハズトウヒレイが同書的に生育し同時期に開花することが多いのでこの2種の雑誌として本種が生まれる機会があるという。植物学者の門田雄一は東北のアザミとその仲間たちの著者である国京淳一に触れ国京淳一によると 岩手山東比連の双方中辺と、外辺は、基部が長卵形で先端が、お嬢に長く尖り、このお嬢部分が岩手肥後体のそれとは異なっている。双方が、計6から7ミリメートルの筒形で両親種と、推定される二種の中間となっているのは、雑種説を裏付けるが、頭花の数が多く、副花女がやや円錐状になる点で二種とは異なっている。ことから、以上の点で、 岩手山と比例は実在する種という可能性があるとしている。ありがとうございます。